ね、このパスタ自体すごく粉の味がしっかりしてるんで、ソースがチーズがたっぷり使ったソースでも全然麺が負けないですね。イタリアの人だったら唐辛子が入れないんですよ。唐辛子入れることによってカルボナーラ的なソースのこってりさが緩和されて飽きずに食べられると思います。ベーコン、冷凍ブロッコリー、オリーブオイル、チーズ、卵2個、卵黄だけ使います。赤唐辛子、ニンニク1片で、パスタです。9分から10分ってあるんだけども、こっちの7分から9分従った方がいいみたい。フロントダイスの方が美味しいよね、やっぱり。ただ茹でる時にあんまりね、こう乱暴に扱わない方がいい。こう炒めても跳ねないですよね、こういうベーコンをね。ニンニク、唐辛子はあんまり入んないでしょ、こういうパスタに。普通にんにく炒めてからベーコン入れたりするじゃないですか、全部一気に入れますよ。これ2リットル水が入ってて 20g、 にんにくこうやって焦がすのがポイントみたいですね。こういうところで味の差が出てくるっていう。いずれにせよ水分が入るんでカリカリは失われたんですけど、カリカリぐらいまでやるってのは結構大事みたいですね。ちゃんと作ってるベーコンだから水が跳ねないですよね。おバチンバチンって、これがね、すごくいいんですよ。加熱止めますね。チーズが 25g です。なんて素敵な器や。なるとこの人ゆで汁使うなっていうね。完璧じゃないですか。
ばい。うん、カルボナーラ系、卵を使ったソースにこうワインを合わせるってちょっと難しくて、まあ軽めの赤みたいなのが普通だと思うんですけど、このオレンジっぽい感じがすごく、このブロッコリーとベーコン、ベーコンあえて湯通ししたりしないでスモーキーな香りを残してるんで、それがこのワインと合うんじゃないかなと思って合わせてみました。La mia opinione che oltre a essere abbastanza morbido questo qui, c'è anche una buona acidità insieme all'alcol. Dovrebbe sposarsi bene sia con la pancetta, che sicuramente è grassa, quindi questa acidità va a sgrassare la bocca e ti lascia una bellissima bocca pronto per rimangiare il piatto, secondo me. その酸味がですね、ベーコンのその脂っこいところをさっとこう洗い流してくれると思うので、すごく相性いいと思います。少しタンニンも感じる感じ？オレンジワイン、そう。うん。じゃあ、シグラメントタンニンなの？オレンジワインなので、あのタンニンは、はい。タンニンのワイン、インシエマラシリタ、ユータ、in questo caso qui。ユータスグラッサー。酸味のペアが、あのこう脂っこさを。アダシュガレアスグラッサー。早速食べましょう、はい、ありがとうございます。ん、食べるとワインが飲みたくなるんですよね、うん、美味しい。このパスタ自体すごく粉の味がしっかりしてるんで、ソースがチーズがたっぷり使ったソースでも全然麺が負けないですね。イタリアの人だったら唐辛子とか入れないんです。唐辛子入れることによってカルボナーラ的なソースのこってりさが緩和されて飽きずに食べられると思います。これいいんじゃないですかね。